普段あまり気にしなかったんですが、卓、えー、上カレンダーというのが結構人気があるわけですね。えー、今は、えー、自分のスケジュールを書いて、えー、自分の机の上に置いとく時代から、えー、ロッカーに私物は入れて、えー、決まあの好きなスペースに、えー、パソコンを開くという事務所の環境も出てきました。そんな時に自分の スケジュールを管理するには卓上カレンダーが非常に便利なんですね。卓、えー、上カレンダーをいろいろ考えてみると一つは、えー、月曜日から始まるカレンダーがー7割か8割ぐらいありますね。えー、ですけど日曜日から始まるカレンダーっていうのも3割ぐらいあって意外と結構人気があるやつがあるわけですね。そして えー、サイズ感が、あ机に大きく A4 サイズぐらいでべたっと置く、えー、カレンダーもありますけど、えー、壁にかけるとか、ちょっとスタンドで置くとか、えー、に手帳代わりに、えー、持って歩きながら、あ仕事してるときはあ、机の横に立てておくようなこともあるわけですから、いろんな形状があそこに、えー、出てくると思います。 そして書き込みスケースがあるカレンダー、そんなものもあると思いますけど、私たちはそこに QR コードをつけることによって、えー、今、下の図にあるように、YouTube だとか、Instagram だとか、Facebook だとか、ソーシャルメディアにたくさんつながるわけです。ですから、そこでちょっと、えー、忘れちゃった、調べたいことは、 その中に入れてあればいつでも新しい情報が確認できるそんなカレンダーがここに出てくるわけですね。ぜひ卓上カレンダーというのも内例タイプもあるしオリジナルで作るケースもありますけどぜひ2020年はスマートカレンダーといってスマホとつながるカレンダーこんなことを私たちは お客様に提案しているところです。